ごきげんよう、男ポンドです。さて今回やるゲームはクラスタードッグ。ここに一つの卵があります。生まれようとしてんのかな。卵を選択することによって、卵が、おや、これは、生まれるのか。来た、ダックワンが生まれたね。一匹目のアヒルってことか。生まれたアヒルの様子を見れるんだね。かわいいな、なんか。え？で、また、新しい卵？生まれた。なんてこった。生命とは素晴らしいな。よし、この卵も、殻を割れて、二匹目。で、どんどんアヒルを増やしていって、なんか奇妙なことが起こるから、それをね、楽しむっていう感じのゲームなんだよね。さあ、ちょっと色が、これレアの卵っていうことか。こっちはコモン。卵にもレア度があるわけだね。さあ、どんどん割れる。これ、取れるかな？よし。さあ、3匹目のダック。君は大切に育てよう。それからね、ここで、今まで手に入れた、アヒルのパーツとかを細かく見たりできるわけだね。コモン、レア、エピックとね、なんかレア度がいろいろあるんだけどね。そろそろ卵生まれるかな？よし、4匹目。どんどん増やしてるよ、仲間たちを。さあ、いいね、いいね。みんな、生まれるんだ。楽しい世界。ああ、違う、ここ見ちゃった。間違えて、ここ見ちゃった。なるほど、広告見ると、レア度がアップするんだね、卵の。そしてすごい。頭と体がレアだ、このアヒル。レアアヒルがどんどん増えてくね。よし、この調子でね、どんどん増やして、アヒルの楽園を作っていこう。さあみんな、生まれるんだ。アヒルの世界だぞ。これまだか。で、こういったアヒルを掴むことができるんだよね。ぐるぐる回して遊んだりもできると。ちなみに、このアヒルを、この穴に入れたらどうなんだろう。さっきから気になったこの穴、入れてみよう。叫び声が聞こえただけで何も起こらなかったか。じゃあもう一匹入れてみよう。わーとか言ってたよ。あれでも何も起こらないのか。待て、この卵生まれるぞ。よし。何かが起こるらしいんでね。アヒルたちをどんどん穴に入れていきたいね。みんな、穴に入る運命なんだぞ、みんな。待っててね。エピックの卵。いいね、いいね。レア度が高いアヒルを穴に入れていった方がいいのかな、やっぱり。このアヒルレアだね。じゃあ、レアアヒルを入れてみよう。さて、何も起こらないか。じゃあ、この帽子のかぶったアヒル。こいつを入れてみるか。じゃあね。何も起こらないぞ。もうどんどん入れちゃうか、じゃあ。みんな、入っていって。ほら、楽しいでしょ？やっぱね。ついに出た。こいつはなんだ？神様になったアヒルみたいだな。なんか食いたそう、アヒル。食う？あれ、アヒル食わないか。穴に、普通に穴に入るんだね、これでも。帰った。穴の中に帰っていっちゃったぞ。穴の奥深くには、あんな化け物がいたのか。どんどん餌を増やそう。さあ、レジェンド卵。これは、すげえ。どうした、その腕は。根っこ生えてんぞ、こいつ。さあ、まだまだ産んでいくよ。餌というアヒルね、どんどん生み出して。脳みそ見えちゃってる、このアヒルなんて。レア度が高いアヒルがね、生まれるようになったね。いいね、いいね。美味しそうな餌が溜まってくね。入れていこうか。さあ、みんな。餌は穴に入れて。そして、謎のね、化け物のアヒルを育てていこう。そんな感じのゲームなんだね。さて、ピック卵。来た。
レア度がエキゾチック、なんだこれ、すごいぞ。レジェンドより上のレア度なのかな。あ、こんな感じで見れるんだね。18匹目のアヒルと14匹目のアヒルから生まれた子供っていうことか。え、なんかパーツが引き継がれたり、なんか融合したりもしてんのかな。ほうほう、すごい。どんどんとんでもないバケモンが生まれてくっていうわけだね。最初シンプルなアヒルだったんだけど、これ生まれるか。いや、もうどんどんアヒルはね、怪物化してきた。出たぞ、また。レジェンドの顔。なんだこれ、顔一つ、目玉一つ。ハゲてるし、しかも、残念ながら。いいね、いいね。新しい仲間が増えた。さ、この卵は？これまあシンプルなアヒルだったね。入れとこう。それからこの卵は？おお、まあまあレア高い。ちょっと入れとこう。よし、もうどんどん入れちゃうか。変わってるぞ、バケモンが。なんだこの、ケルベロスのような、アヒル。穴の中のアヒルをどんどん進化するのか。やばい、よだれ垂らしてんだけど。ほら、餌だぞ。アヒルがアヒル食うとこんな感じになるのか。さらにアヒルを与えてやりたいね。おし、これ生まれるかな？またすごいアヒルが生まれたね。美味しそうな餌たちだ。さあ、どの子にしようかな。こいつでいいか。いいね。さ、それからね。君も、入る？よしよし。さて、お、また脳みそアヒル生まれましたね。こいつ与えたら、なんか、知力上がりそうだな、バケモンの。脳みそアヒル与えたい。ここで、エキゾチック卵が生まれるぞ。これ一番レア度が高いレアだね。さあ、何が来る？おお。この腕の部分、これ何？人間の指みたいになってんぞ。こいつは恐怖でしかない、このアヒル。個性溢れたアヒルたちだな。また脳みそが生まれたよ。ちょっと脳みそ入れてみるか。じゃあもう一匹脳みそアヒルを入れてみるか。IQ 高いアヒルに進化しそうだな。で、今ね、アヒルが14匹いるんだけどね。多分全部で25匹まで増やせるっていうことなのかな。じゃあ限界の25匹まで増やしていこうと思います。この辺からね、やっぱ、クリーチャー的なアヒルしか出てこなくなったね。どいつもこいつもバケモンじみてるぞ。さあみんな、この世界で生まれて餌になるんだ。さあ、最後の一匹です。25匹目。生まれました、ついに。アヒル25匹、揃いました。こっからも卵は産まないっていうことなんだね、やっぱり。そりゃあ、すべてのアヒルを穴に入れていきましょう。みんな、餌になるときはみんな一緒だよ。みんな、天国に行こう。いや、地獄か、これは。このアヒルたちにとっては地獄だな。さあ、じゃあどんどん入れちゃうか。さあ、よしよし。このバケモンのアヒル餌だぞ。餌の時間。来た来た。ほら。え？なんこれ？え？タッチできた。え？消えた。殴れたぞ、なんか。あ、もしかして倒す感じかな。よし、もう一度じゃあ入れ込んで。さあ、みんな。餌だ。いや、餌になってくれ、みんな。みんな、餌の時間じゃなくて、みんなが餌になるんだぞ。あ、そし、来た来たまた。あれ、なんか回復してない？さあ、殴って殴って。殴っても意味あんのかな？よし。さらに入れ込んで。あ、アヒルは減ってく。最後の一匹。穴の底で、みんなが待ってるよ。じゃあね。あ、気づいたら、アヒルが、一匹もいなくなってしまった。僕は一体なんてことをしてしまったんだ。といった感じのね、ゲームでした。まあね、この穴の
秘密、隠された秘密があるんでね。気になる方はぜひやってみてください。それではじゃあね。